不起訴となったのは元仙台市議会議員の50歳の女性です。元市議は今年2月、富谷市内の商業施設で化粧品2点、およそ2万円相当を盗んだとして窃盗の疑いで先月10日に書類送検されていました。仙台地検は今日付で元市議を不起訴処分としました。仙台地検は不起訴とした理由について、事件に関する一切の事情を考慮し起訴を猶予したと説明しています。